不幸中の幸いとして、過去の事件について少しだけ見えたこともある。帰宅する前に、それだけでも整理するとしよう。セルフクエスチョン、類似事件との関連。今から6年前と4年前に起きた少女失踪事件。店が違うとはいえ、同じ場所、同じ状況で起きたことから、今回の事件と無関係には思えない。担当捜査官である羽黒さんを除くと、当時の関係者は4人までが浮上している。事件が起きたムーンの店長だった大月さん、その師匠筋にあたり店を手伝っていた高島さん、そして失踪した月島さんと岩崎さん、もちろんその保護者である母親たちも忘れてはいけない。まず考えなければいけないのは、当事者である人間すべてが面識があったかどうかだ。僕の推測だが、おそらく面識はあった。大月さんと失踪した少女に関してはおおよその事情がうかがえる。憎しみはあれど、高島さんとの師弟関係も認めていた。僕にはとても嘘をついているようには見えなかった。しかし高島さんの方はどうだろう。事件が起こっているからには知っていて当然だが、本当に失踪者と接点がなかったのだろうか。兵オルレアでの姿を見る限り、同性に対しては面倒見が良い人物に見える。そんな人が大月さんの素行をみすみす容認するだろうか。それに自分の勤め先で失踪者などが出れば、少なからず気にはかけるはずだ。だが高島さんの言い分では名前ぐらいしか知らなかったように思える。これはつまり何かを隠そうとしている。とぼけるということはつまり何かを隠そうとしている。だがそれは何なのだろうか。現状高島さんにとって不利益な情報は盗作疑惑だろう。しかし大月さんが訴えているだけでは信憑性に乏しい。立場的な面から見ても高島さんの地位が脅かされることはないだろう。いや待てよ、そういえば大月さんはもう一つ言っていることがあった。高島さんが死体から服を剥ぎ取り、さらった少女から若さを吸い取っている。あまりに根拠がなくて捜査対象から外していたが、あれは口から出た出まかせなのだろうか。それに彼が投げつけてきた DD、 大月さんはあれについてあの女にもらったと言っていた。あの女とはどちらのことを示しているのだろうか。シオンさん、大月さんとごく最近まで接点があった女性、それは間違いなく失踪したシオンさんその人だろう。だが一見すると不気味な人形をもらって喜ぶはずもない。まして相手が大月さんなら後生大事に取っておくだろうか。表面上は調子を合わせてもすぐに捨て去る気がする。それどころか大月さんは DD に関する迷信を知っていた。人形を捨てなかったのは迷信の内容によるところが大きいのだろうか。そしてシオンさんはどういった心理で大月さんに人形を渡したのだろう。純粋な好意からだ。高島さんに言われたからだ。結論、高島さんに言われたからだ。当人ではないにせよ、真由美さんは無条件に高島さんを信じている節があった。シオンさんも同じならば、言いなりになっていた可能性は十分考えられる。だとしたら、DD を大月さんに渡すよう指示したのは高島さんなのだろうか。DD は高島さんが少女たちに勧めたものだ。人形が持ち主の不幸を吸い取るといった迷信を疑わず、みんながそれを身につけている。だが、その迷信は本当のことなのだろうか。あの人形の持ち主は、お世辞にも不幸を回避できているとは言い難い。根拠はないが、もしあの人形が迷信と逆の効果を持っていたとしたら、持ち主を不幸にする人形。こう考えれば、大月さんに渡す理由があるように思える。何せ、
盗作疑惑も含めた過去の事件の当事者はお互いだけだ。彼が高島さんにとって不利益にある情報を持っていたとしたら、野放しにしておくとは思えない。とはいえ、呪いなどで人をどうにかできるはずもない。すべての結論を出すには、まだ情報が足りない。この人間関係を解き明かしたとき、失踪につながる手がかりが得られるのだろうか。焦ってばかりでも仕方がない。一度静養を取ってから改めて捜査の方針を検討し直さないと。パソコンの電源を落とし、荷物をまとめたところで、不意に机に置いてあった携帯が着信音を奏でる。発信主が見知らぬ番号だ。不信感を覚えつつも電話に出た。もしもし、警察の人？その声は、真由美さん？スピーカーを通じて聞こえる声は息を切らせている。お願い、今すぐに来て。追われてるの。追われてるって、誰に？一体何があったの？だからさっさと来いって言ってんだよ。善良な市民を守るのが警察の役目だろうが。本当に使えねえな。突然の怒号に面食らって数秒間だけ言葉を失う。おい、返事しろよ。お願いだから助けてよ。ねえ。とにかく落ち着いて。今どこにいるんだい？学校の門のとこ。早く来て。このままじゃ私殺される。大丈夫だから、すぐに向かうから、そこを動かないで待ってて。一旦通話を切ると、素早く身支度を整えて編纂室を後にする。こんなことなら小暮さんに残ってもらえばよかった。警部が言っていたように、ストーカーが無差別に人を襲っているとしたら、のんびり構えている猶予はない。身近な人間が狙われても何ら不思議はないし、学校に急がないと。急いでホームを飛び出し、改札を出ると、脇目も振らずに花峰中学校へと急ぐ。校門の前まで着くと、まだ用務員でもいるのか、門は閉まっていなかった。時計はもう夜中の9時を回っているのに。校門付近に目を凝らす。すると門の脇、茂みの中にうっすらと人影が見える。真由美さん、そこにいるのかい？本当に来てくれたんだ。誰かをやり過ごしていたのだろうか。彼女は辺りを何度も確認すると、恐る恐る校門から出てきて僕の元へ駆け寄ってくる。何かされたような外傷は見当たらない。だがひどく怯えているのか、口元に手を当ててうつむいたまま、何かを言ってくる気配がない。一体どうしたの？電話だと聞けなかったけど、何があったんだい？それは、その…お願いだから話してみて。君が言うように、市民を助けるのが警察官の役目なんだから。しばらく沈黙が続くが、真由美さんは意を決したように口を開く。あのね、いつもみたいに紅さんと話した後、家に帰ろうとしたんだけど、なんだか誰かが追ってくる気がして。気がしてということは、実際に被害に遭ったわけじゃないんだね。そうだけど、でも、オルレアを出てからずっと誰かが私を見てるんだよ。曲がり角のたびに振り返ったら、誰かが電柱の影から見てて、すごく怖くて。真由美さんは涙目になりながら、上目遣いでそっと袖口を掴んでくる。怯え切った様子だ。相当不安だったに違いない。まず確認すべきことは、誰かに追われるような覚えは、家の人には連絡したの？どんな奴だった？誰かに追われるような覚えは？誰かに追われるような覚えは？そう尋ねると、彼女は必死の形相ですがりついてくる。自分は悪くない。シオンのせい。そればかりを繰り返した。実は、
身に覚えがあることなんじゃないの？え？何言ってんの？これが元で、君を補導しないって約束するから。怖いかもしれないけど、落ち着いて話して。これまで何かストーカーの被害に遭ったことはあるのかい？今回に限らずとも、心当たりがあるとか、何かされたとか。はあ？私、シオンみたいな尻がる女じゃないよ。そうだ、シオンが悪いんだ。あいつがドジ踏んだせいで、きっと私も狙われているんだ。なんでそうだと言い切れるの？他の可能性もよく考えてみて。他の可能性って何？証拠ならあるよ。ほら。劇場した真由美さんは学生カバンを開けると、中身が見えるように突き出してくる。これは。置きっぱなしにしてたらこうなってたの。ねえ、これでもまだストーカーに狙われてないって言えるの？街灯に照らされて見えるカバンの中に見えるもの、それは K オルレアの前で見せてもらった奇妙な西洋人形だった。横一文字に裂かれた腹部の傷と血で書いたような赤いメッセージ。言えばこうなる。ねえ、もういいでしょ。お願いだから助けてよ。私何も悪いことしてないんだしさ。そうとは言い切れないよ。だったらこれは誰からもらったものなんだい？中にあった封筒を手にするとかなりの重さと厚さを感じた。後ろめたい気持ちになったのだろうか、真由美さんは気まずそうに視線をそらす。それは、その、もらったんだよ。もらったって誰に？念のため、家の人に問い合わせてもいいかな。やめてよ！ね、お願いだから。急に甘えるような声で腕を絡めてくる真由美さんを僕は軽い力で押しのける。なんで？黙ってればバレないんだよ。そういう問題じゃないよ。さっきまでは証拠不十分だったけど、これを見た以上見逃すことなんてできない。さっき報道しないって約束したのに、嘘つき！他の奴らがやってるんだし、そっちを先に取り締まれよ。そういうわけにはいかない。だったら君はストーカー被害に遭っているのに、警察である僕に見逃せとでも言うのかい？誰もそんなこと言ってねえだろ。話題すり替えてんじゃねえよ。同じことだよ。いいかい？君がしていることは厳密に言えば犯罪じゃない。けど、こういったものを受け取ってしまうことが犯罪の可能性を生むんだ。警察官は罪を犯した人間や犯罪の目を取り締まるのが仕事だ。君だけが特別なわけじゃない。だから、証拠が出てきたのに君を見逃すことは、犯罪に目をつむれと言っているのと同じなんだ。それで、ストーカーの被害だけ黙認するなっていうのは、おかしな話じゃないかい？返す言葉がなくなったのか、真由美さんはうつむいたまま、すすり泣いてしまう。泣くほど怖かったのか、あるいは、自分の言い分が通らないことに感情を爆発させたのか。違うんだよ。話を聞いてくれよ。それは本当に自分のお金なんだ。自分で稼いで。中学生のアルバイトはダメだよ。そもそも雇ってくれないでしょ？自分のうちのお店を手伝って。本当に家に連絡して聞いてみるよ。いい？いいよ。え？その代わり、シオンたちに言わないで。まさか、本当なの？だって、そうでもして買わないと、友達にバカにされるんだよ。彼女のトロは、
どこにでもいるようなあどけない少女の気持ちに見えた。シオンなんてすごいバッグを持ってたし、でも私じゃ、とてもじゃないけど小遣いだけじゃ無理。だからうちの手伝いして。どうして最初から言わないの？こんな格好悪いところなんか言えるわけ。なんてことだ。彼女のハゲたペルソナからはささやかな虚栄心しか見えてこない。男性に貢がれている事実なんて最初からなかったんだ。今日はもう遅いから送っていくよ。明日警察に来てくれるね。真由美さんはうなずいた。僕は自宅の場所を聞き出し、彼女を玄関先まで送ることにする。道中は無言だった。自分の小さな虚栄心からストーカーを生み出すような真似をしてしまう。個人的には非難をせずにはいられない。だが、僕の仕事は市民を守ることだ。どんな落ち度があろうとも、彼女をストーカーの被害から救わねばならない。シオンさんといい、この子といい、頭ごなしに叱りたい気持ちはある。だが、その役目は僕ではなく、保護者がするものだと思う。真由美さん自身も心から反省しているのなら、言葉だけでなく、ちゃんと自首してほしいものだが。来た。なんだろう、かすかな足音だ。あまりに小さすぎて聞き漏らしそうになる。何者かが僕たちのすぐ後ろを歩いている気配がする。口にこそ出さないが、真由美さんも気づいているのだろうか。彼女は相変わらず押し黙ったまま、歩調だけを早め、僕に追いついてくる。それを合図に、すかさず振り返ってみるが、目の前に見えるのは闇に紛れるように続く一本の夜道のみ。いくら目を凝らしても、人影らしきものは見当たらない。刑事さん、やっぱりいるよ。姿は見えないし、きっと空耳だよ。嘘。だってほら、あんたも聞こえるでしょ。大丈夫。何かあった時には僕がついてるから。強引に真由美さんを言いくるめると、僕たちは再び夜道を歩き出す。ひた。だが、僕たちが歩き出すと、何もなかったはずの闇の中から、再び足音が聞こえてくる。ある程度進んだところで足を止め、一気に振り返ってみるが、何もない。真由美さんに目配せしつつ、曲がり角に出てみるが、その先にも人影などありはしない。やはり、気のせいだろうか。怖いと思いすぎていると幻聴が聞こえてくるように、すべては思い過ごしなのだろうか。ねえ、刑事さん、早く行こうよ。真由美さんに袖を引っ張られて元の道に戻ると、やはり足音が聞こえてくる。ひた。静かなプレッシャーに焦りを感じる。いつ襲われるかもわからない不気味な感覚。多くの女性はこんな恐怖と戦っているのだろうか。僕ならばとても耐えられそうにない。真由美さんも裾を握る腕に力がこもり、心なしか表情も青ざめていく。ひた。
恐怖心を煽るように足音はさらに増し、僕たちの背後まで迫ってくる。姿は見えないが、確実にそこに何かがいる。これは本当にストーカーなのか、それとも。いい加減にしてよ！私は何もしてないじゃない！ひた、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 ひた。もう嫌！死ぬのは嫌！死ぬのは嫌だ！あんた警察でしょ？だったら私の代わりに刺されてきなさいよ！落ち着いて！うわ！恐怖のあまり混乱したのだろうか。真由美さんは突然奇声を発すると、振り返った僕の背後に回り込み、思いっきり突き飛ばしてくる。その衝撃で思わず膝をついてしまうが、それでも足音の主は姿を現さない。なんで私ばっかりこんな不幸なの？もう嫌だ！もう嫌だ！そうだ、あんた不幸を吸い取るんでしょ？だったら私の代わりになりなさいよ！真由美さんが必死の形相で人形を投げ込んだ。消えた？ほら、あの人形が私の代わりになってくれたんだ！紅さんが私を助けてくれたんだよ！そんなバカな。人形が持ち主の代わりになるなど、迷信ではないのか？やった！やったよ！気が触れたとしか思えない高笑い。心から安堵しているようで、それでいて他人の不幸を嘲笑うような気持ちの悪い声。え？彼女を真似るかのような笑い声が闇の奥から聞こえ出す。僕たちは思わず身構えた。なに、この声。気持ち悪い。気持ち悪いのよ、あんた。やめてよ、やめてったら。もういや。真由美さんはそれを聞かないように耳を塞ぐと、僕のすぐ後ろで頭を抱えてうずくまってしまう。ここで待ってて。それだけ伝えると砂ぼこりを払うのも忘れて曲がり角に向かって駆け出す。これが犯人の声なら今度こそ近くにいるはずだ。街灯を頼りに角を曲がると、そこにはこれまでと同様に人影は見当たらない。確かに声は聞こえたのに。そう思いながら闇に向かい一歩踏み出すと、靴の裏にぐにゃりとした感触が伝わってくる。生まれたての子猫を靴で踏んだような言いようのない柔らかな感触。なんだこれは。僕の足の裏に一体何があるんだ。足元さえ見えづらい闇の中、恐る恐る足を上げてそこにあるものに目を凝らす。これは靴の裏で踏んでしまったもの。それは今さっき真由美さんが闇に投げ入れた人形だった。だがその姿はさっきまでとは打って変わり、手足はきれいに切り取られ、右目だけが何かを映しているように色を指している。腹部と同じく鋭利な切断面から考えて、刃物の類で切り取ったのだろうか。遠くで真由美さんのすすり泣く声を聞きながら、落ちていた人形を手に取ってみる。これまでのことを考えると、この人形は真由美さんに降りかかる不幸を体現しているとでも言うのか。そんなの迷信に決まっているのに。
砂ぼこりにまみれた髪の毛が無造作に散らばる中、僕の目には衣服に書かれた文字だけが際立って見えた。言えばこうなる。このメッセージはやはりストーカーから真由美さんへ向けての警告なのだろうか。